どうも石井隆です。今回は1分間ノート術の解説をしていきます。今回はフック記憶法の話をしたいんですが、フック記憶法どういうことかというと、何かキーワードを見つけて、そのキーワードを見ると関連したものが降ってくるようにする、これがフック記憶法ですね。何かキーワードがあるとそれがフックになって何か思い出すことができるということです。で、フック記憶法で一番大切なのは何か、一番使いやすいのは何かというと日付です。何月何日とか7月7日とかノートに必ず書いた方がいいです。日付は、日付を書いておくと、あ、七夕の日も勉強したんだなっていうことになりますし、12月24日って書いておくと、クリスマスイブなのに僕は勉強したんだなとか、デートをする相手もいなくてこんだけ勉強ばっかりしてるんだよなっていうことで、その体験と同時にセットになるので、12月24日とか、ここはねカップルじゃなくて自分一人で勉強したんだっていうことで、そこが試験に出たりするととても嬉しかったりします。あの時遊ばなくてよかったとか。だから日付を書いておくっていうのは一番のフックになるんで、特にね誕生日とか自分の誕生日の時に勉強したことっていうのは何月何日っていうふうに書いておくと、それがとても記憶のフックになったりとか、僕の誕生日は2月12日で試験日なんですとか言われると困るんですけど、そうじゃない方にとってはですね、あのこういう日にどういうことをやったんだとか、あ、夏の暑い日だったなとか、雨降ってたけどこんな時に勉強したなとか、いろんなフックになるので、勉強するときには必ず日付を書くということは重要なので、ノートには日付を書く、ルーズリーフの右上に日付を書く欄が必ずありますので、そこに日付を書いていただきたいなというふうに思っております。チャンネル登録はこちらまでお願いします。